皆さんこんばんは。土浦ぶらり街歩きの時間です。司会の萩原です。よろしくお願いいたします。この番組は土浦の街をぶらりと歩きながら魅力的なスポットや土浦で活躍されている方々を紹介する番組です。まずはじめに街の話題をお知らせします。現在茨城県では新型コロナウイルス感染症の影響で消費が落ち込んだ事業者や生産者を応援する茨城を元気にしようワンチーム茨城のキャンペーンに取り組んでいます。週に一度は地元の飲食店で外食や宅配、テイクアウトを利用して地元の生産者や事業者を応援しましょう。また新型コロナウイルス感染症の影響で休館していた土浦市立図書館など市の施設が一部再開しました。開館時間など詳しくは土浦市公式ホームページでご確認ください。さて今年度は土丸丸々探検と題して土浦市イメージキャラクター土丸が土浦の食やスポーツなど様々なおすすめスポットを探検します。第5回目となる今回は今年で創業100周年の老舗パン屋地活堂さんを土丸が探検します。それではどうぞ。地活堂へは土浦駅西口から徒歩約10分、モール505の裏側にあります。焼きたてパンの香ばしい香りに包まれた店内には約70種類のパンが並んでいます。2階のイートインスペースでは入れたてのコーヒーと焼きたてのパンをゆっくりとくつろぎながら楽しむこともできます。またイートインスペースは午前8時から午後2時までとなっております。本日お店をご紹介していただく地活堂オーナー鈴木純一さんです。今日はよろしくお願いいたします。土丸、早速鈴木さんに地活堂さんをご紹介していただきましょう。当店は1920年大正9年に私の祖父であります歳三がこの地において和菓子屋としてスタートいたしました。で私が3代目になりますが、それでこのお店を変えたのが4年前で、2階に焼きたてのパンを食べられるスペースとしてカフェをオープンいたしました。お店の特徴としては富士山の溶岩窯を使って一層美味しいパンを焼き上げるようにいたしました。常連さんからも一味良くなったねとお褒めの言葉をいただいております。土丸、早速鈴木さんに地活堂さんで人気のパンベスト3を聞いてみましょう。まず最初にサラダドッグになります。これは朝早くからジャガイモをふかしてうちで作ってるポテトサラダになります。本当に美味しいですよ。こちらがあんパンになります。創業者より伝わっておりますうちで作った手作りのあんこをたっぷり詰めております。これも美味しいです。次にこちらがクロッカンです。こちらはデニッシュの生地にくるみをたっぷり上に乗せて焼き上げたものです。地活堂さんの人気パンベスト3、どれもすごく美味しそうですね。さて CM の後は土丸が地活堂さんの人気パンベスト3を2階のイートインスペースで試食させていただきます。
私たち織本工業はゼロからの設計、アフターサービスまで自社一貫体制でお引き受けいたします。企業はもとよりお客様一人一人のプランに沿ったご提案をいたします。安心できる豊かな暮らしを、株式会社織本工業。ホテルグリーンコアは土浦駅東口より3分の好立地で無料駐車場完備、宴会利用 OK の会議室もご用意しております。お客様の最高のおもてなしを目指して、ホテルグリーンコアでは自発的に仕事に取り組む社員を増やし、お客様との心の絆を深め、心と心を大切にいたします。麺どころ米庵ではお客様の好みに合わせラーメンを堪能してもらえるよう豊富なメニューをご用意しております。その中でも絶品なのが昔ながらの中華そば。さまざまなイベントにも屋台として出店しております。いつまでも変わらない至極の味、麺どころ米庵。新聞っていうのは人それぞれやっぱ読み方があるんですね。ただそれをじゃあお客さんが見つけられてるのかっていうと、なかなか見つけられてなかったりするんですよ。何か自分の気持ちが一個でも変わった瞬間に、あ、もうそれも新聞の読んだことになってるんですよ。考える大切さを伝えるというのが僕らのミッションだと思っています。お腹が空いたらここ。いい雰囲気の店内。ローストビーフ丼、もつ煮込み、キーマカレー。ママのご飯召し上がれ。人気パンベスト3試食タイムということで、土丸早速試食させていただきましょう。はい、まずはサラダドッグになります。土丸お味はどうですか？次は自慢のあんパンです。土丸こちらのお味はどうかな？最後はサクサクのクロッカンです。土丸こちらのお味はどう？さて土丸、鈴木さんにパン作りに込めた思いを聞いてみましょう。当店に来ていただいたお客様が美味しかったよという言葉を励みに、一つ一つ手作りで丁寧にこれからも一生懸命作っていきたいと思います。ぜひ皆様のご来店を心よりスタッフ一同お待ちしております。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。土丸また遊びに来てください。手が作られなくなった庭木の手入れや草刈り、ハウスクリーニング、リフォーム、いらなくなったものの撤去回収もお任せください。ご家庭の困った、助けて、どうしよう、何でもお手伝いします。染谷生活支援部フリーダイヤル 0120-34-6-6
0335-369 へまずはお気軽にお電話ください。創業65年お菓子の老舗高月堂では、地元で採れた食材を使った無添加のスイーツを多数揃えております。常連のお客様から観光のお土産品としてまで、地産地消にこだわった地元ブランド認定品、土浦の美味しい魅力をあなたに。高月堂。天然成分使用、自然派化粧品、クリハススキンケアシリーズ。豊かな自然に恵まれたクリアハスなどを使用。デリケートなお肌にも優しく、どなたでも安心してお使いいただけます。あなたの美と健康をサポートする霞ヶ浦化粧品。ぐるっと土浦はお店や企業をより知ってもらうための機能が充実した土浦エリアのポータルサイト。グルメや観光、ショッピングからお仕事探しまで、他にも様々なジャンルが検索できます。今なら有料ページが無料で掲載できるキャンペーンを実施中。まずはぐるっと土浦で検索。今回の土浦ぶらり街歩きいかがでしたか。土丸まるまる探検では、これからも土丸が街を探検しながら土浦の魅力をご紹介していきます。ぜひご覧ください。次回土丸はどこを探検するのかな。どうぞお楽しみに。